確かにね、まあ、この景色上ね、まあ、バレてもおかしくはないんで仕方ないよね、海から離れちゃってんだから。そうですね、もうそれしかないですよ。老人形美術館もある。うわっ、あながち間違いじゃない。確かに、結構来てるな。老人形美術館あるじゃん。ちなみにあと多分5分ぐらいで俺が泊まるとこ着く。老人形美術館あと 1.8 キロですよ。もしかしたらすげえ近いかもしんない。老人形美術館お化け屋敷やってそうだな。ね、老人形美術館お化け屋敷やってそうだな。確かにやってそう。おい、ちょっと待って。いやでも橋って言って、橋も結構いい線行ってると思うよ、俺は。だからその2つだと思いますよ。橋とお化け屋敷が合体してるってこと。そうだっけ。それ怖すぎるわ。実は落ちるみたいな気分。もうあと 2.6 キロっすよ。まあまあ、そういう計算しなさんな。 2.6 キロじゃねえ、1.3 キロじゃねえか。 2.6 キロ、どこに書いてるの。あ、本当だ。そういう計算しなさんな。どこ行くんですか、どこ行くんですか。まあ、時期に分かりますよ。ずっとこのままじゃん。うわー、消した。怖い。消したよ。どこに連れてくんだろう。僕らを全然よく分からない倉庫にでも突っ込んでボコボコにするんじゃないんですか。やばい、やだ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 。怖い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 。逃げろっつってカメラも出されて。やだやだやだ。だって怖い。およそ700m。 わわ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 わ。伊豆グランパル公園だ、これ。分かった、ここ伊豆グランパル公園ある。ここにどっちですか、どっちなんですか。なんすか伊豆グランパル公園って。まあまあ、あんま言わさんな。俺行ったことあるって言った。そういうことか。そういうことか。あんま言わさんな。あ、そういうことだったのか。うわー、そうか。いや、何が分かんない、何が分かんない、俺が分かんない、俺が分かんない、俺が分かんないから。俺が分かんないじゃん。うわ、え、いやだから、マジだから俺が分かんないって。そういうことだったの。でもそのリアクションはもういいって。